ムーリエは、フランス、オードフランス地域圏、パイコールドカレー圏のコミューン。アルトワ南部の小さな農村で、村の中心は、モントルイユの広廃地の谷の一つに位置する。枝の7キロメートル南にある。この地域の農地の土壌の質の高さは有名である。中世から現代まで枝に近接していることが、周辺の村に不幸のもとを残すことになった。幸いなことは、 織物産業で栄える都市との交差路に位置して、町が反映したことだった。不幸なことは、同じように富と交通に禁止した。これらの栄える土地を手に入れようと王家が断続的に領有権を主張し、武装した軍の大通りとなってしまったからである。ムーリエを含むワルトワ全域が、フランス王国に併合されるのは、1659年のピレネー条約によってである。 12世紀初頭より、ムーリエの村落と周辺の教区はドンマルタン、修道院の聖職者のコミュニティと近接した関係で成長した。次第に、大地の土地は修道院のものとなっていった。1700年、ドンマルタン修道院は正式にムーリエ領主となった。修道院が廃された後、1834年にコミューンとなっていたドンマルタンが3つのコミューンに分割され、 ムーリエの面積は拡大されていった。二世紀の間、農村人口流出に近する人口減少を経験してきた。近年は人口減少に歯止めがかかってきている。ムーリエは40メートルから60メートルの深さの枯れ谷の下に位置する。村は、アルトワ丘陵の南独である干渉谷と、欧州国の間にある。村ム県に隣接する。 ブールと呼ばれる村の中心のほか、大地上のバミエールとランビュ、ルーコクとグラフル谷の下にあるラシネットの集落で構成される。2000年の調査において、コミューン内の世帯87.5%が自動車を1台所有していた。これは、国内の世帯別自動車保有割合より12.5%高く、エダンオゴーリの世帯平均に比べ、約8%高い。 加えて、ムーリエの世帯のうち1、3は車を2台所有している。参照元、1962年までカシニーと、イヘス、1968年以降 INSEE。ありがとうございます。